こんにちは、シェア畑流山大鷹の森菜園アドバイザーの福田です。今日はキュウリの収穫量をアップさせるためのコツをご紹介します。5月中旬になって皆さん夏野菜の植え付けも終わって一段落したというところではないでしょうか。ゴールデンウィーク中は私もホームセンターに野菜の苗を買いに行ったんですけれども、いつもよりすごいお客さんが多くてすごく大繁盛していました。ゴールデンウィーク中も天気がいい日が多かったので、こちらのシェア畑でもお客さんがたくさん来ていただいて農作業を頑張っていらっしゃいました。皆さんも畑仕事がはかどったのではないかと思います。今日は植え付けから半月ほど経過したキュウリの栽培で収穫量をアップさせるためのコツをご紹介します。最後にご質問にもお答えしますのでご覧ください。それでは行ってみましょう。それでは現在の生育状況を見ていきます。こちらの農園ではキュウリの一本仕立てでの栽培と、あとは皆さんが多くやってらっしゃるネットを張っての合掌式での栽培を実施しています。こちらの一本仕立てのキュウリは少し早めの3月末に植え付けをしました。植え付け当初は少し元気がなかったんですけれども、今ですね5月の中旬が差し掛かってきましたので、このように成長しています。ゴールデンウィークに植え付けた方よりもやはりちょっと葉の数も多いですし、勢いもあるような感じです。こんな感じで、キュウリの実も小さいのがつき始めています。あと1ヶ月もしたら徐々に取れ始めるかと思います。こちらのキュウリは合掌式で支柱を組んでネットを使って栽培をしています。ゴールデンウィークに植え付けをしたばかりなので、まだそんなに葉の数も多くないです。しかし、しっかり根が張ってですね、若い芽がどんどん出ている状態です。それではキュウリの収穫量をアップさせるためのコツをご紹介します。一つ目は種子の摘心や脇芽摘みなどの静止作業です。キュウリは生育に勢いが出てくると次々と脇芽が出て大きな株に成長していきます。必要なつるを伸ばしていらないつるをカットしていくことで本当に必要な場所に養分を送ることができます。脇芽摘みは葉っぱをですね下の方から数えていただいて、6枚目の葉っぱまでに出ている花芽ですとか、あと小さな脇芽ですね、そういったのを摘んでいきます。では下からですね葉っぱ数えていきますけれども、ここにもちょっとちっちゃい葉っぱがまず1枚ありまして、1、2枚、3枚、4枚までは前回で脇芽を摘んでいましたので、今日ここ5枚目のところ、こちらの小さい脇芽を摘んでいきます。手でプチッと摘んでください。あとはここもう1枚、こちらが6枚目になりますので、6枚目に出てるこちらの脇芽を摘んでいきます。はい、こんな感じです。これは、6枚目の葉っぱのところに出てた脇芽と、あとこれはもう小さなキュウリの赤ちゃんなんですけれども、これも放っておくと大きくなってしまいますので一緒に摘みました。この脇芽を摘む理由としては、まだこのキュウリの株自体が小さいので、まずは株を大きくするということに力を入れてもらうためです。7枚目のところに今小さなキュウリができていますけれども、こちらから上にできるものに関しては収穫をしていって、脇芽も伸ばしていきます。株元は雨が降った時とかお水やりをした時に泥跳ねの影響を受けやすくて、病気になってしまう可能性も上がりますので、株元はできるだけ脇芽など早めに取ってすっきりさせてあげた方が病気にはなりにくくなります。あとは接ぎ木苗を利用して栽培されている方も多いと思いますが、台木のところから芽が出てくることがありますので、もし発芽してしまったら早めに撤去してください。種子の摘心に関してですが、キュウリの株が支柱の背丈ぐらいまで届いたら先端をカットしてください。身長の小さい方は自分の背丈よりちょっと大きいぐらいでカットしていただいてもいいかなと思います。種子をカットすることで脇芽がどんどん出てきますので実がつきやすくなります。2つ目は
肥料切れや水分不足を予防するということです。きゅうりは着火させた後は肥料切れや水切れをさせないように注意しましょう。肥料切れを起こすと草の勢いが著しく悪くなってしまい、回復せずに最悪の場合は枯れてしまうこともありますので、肥料切れや水不足に注意しましょう。きゅうりの1回目の追肥なんですけれども、植え付けからだいたい1ヶ月ぐらいを目安に追肥していただくといいと思います。その後は生育状況に応じて月に1回ほど追肥をしてあげるとよろしいかと思います。またきゅうりの実はほとんど水分でできていますので、お水をたくさん必要とします。水切れを起こすと葉っぱが黄色くなってしまったりして、うまく光合成できなくなってしまうこともあります。そうなってから慌ててお水をあげても回復しないことも多いので、水切れを起こさないように注意してください。きゅうりは肥料不足ですとか、あと水切れを起こすとこういった形でですね、曲がったきゅうりになることもあります。こちらは第一果なので、肥料もまだ足りてますし、あとは水もしっかり与えていたので、それが原因ではないとは思います。ですが、株がもうちょっと大きくなってからこういった曲がり果がたくさん出てくるようでしたら、肥料不足ですとか水分不足を疑って対応してください。3つ目は早めに収穫するということです。きゅうりは最盛期になると次から次へと実がついてきます。成長のスピードがとても速いので、気づくとお化けきゅうりになってしまったっていう経験も皆さんあるかと思います。大きなきゅうりは食べにくいというだけでなく、株の成長にも影響を与えてしまいます。つるに長いこと実をつけてしまうと株の老化が早まってしまいます。スーパーで見かけるサイズのきゅうりぐらいか、もしくはそれより少し小さいぐらいのサイズで収穫することを心がけてください。こちらの一番果なんですけれども、こちらが成長してだいたい10センチぐらいのサイズになったら収穫を行ってください。今後の株の成長のためにカットするということになります。今後についてもですね、収穫に来た時にちょっと今日はキュウリのサイズが小さいなって思った時でも、次にいつ来られるかを考えていただいて、それが例えば1週間後などであれば少し小さいサイズでも収穫していただいた方が株のためにもいいかなと思います。4つ目はしっかりと誘引をすることです。気温が上がるとキュウリの成長スピードはどんどん上がっていきます。つるがどんどん伸びているのに放っておくと、つる同士がですね、わさわさ絡み合ってしまって風通しが悪くなってしまいます。風通しの悪さは病気が発生する原因となってしまいますので、きちんと誘引作業を行っていきましょう。キュウリ栽培はこの後モザイク病ですとかベト病が発生しやすくなります。有機栽培ですと一度発生してしまうとその後の治療が難しくなってしまいますので、まずは発生させないように注意していきましょう。元気な株の状態が維持できれば、その分収穫期間が長くなって栽培を楽しむことができます。こちらの一本仕立てでチャレンジしているキュウリなんですけれども、ちょっと誘引を油断してたら前回縛ったところからこんな風に曲がってしまいました。今日はですね、この曲がってるのをちょっと無理やり起こすと折れてしまいそうで怖いので、ちょっと緩めに誘引しようと思います。この辺りにですね、麻紐をかけて、8の字にして、ちょっと距離があるのでネジネジしてから誘引していきます。これから脇芽も伸びてくると思いますが、脇芽もこまめに誘引していこうと思います。こちらがネットで栽培している方なんですけれども、これをですね、このままこの仮支柱をですね伝って伸ばしていくと、このネットの方に勝手に自分で絡みつくようになってくれます。ただ、あまりにも繁茂するようでしたら、ちょっと下の方はすっきりさせてあげた方がいいかなと思います。あとはこのネットからですね、はみ出してしまうぐらい繁茂してしまうような時には麻紐を使ってネットに誘引してあげるといいと思います。
それでは質問コーナーです。こちらのキュウリのネット栽培と一本仕立ての動画に質問をいただきました。野菜残砂の堆肥作りのところが目に入りました。周りはあんな感じで、こちら側は少し隙間を空けた方がいいのでしょうか、というご質問をいただきました。流山の農園ではこのように3方向を板で囲って残砂置き場を作っています。これは私たちアドバイザーが作業しやすいようになるというのが一番の理由です。ただこちらはすごく規模が大きいので、家庭菜園で堆肥を作るというのであれば4方向を囲った枠を作っていただいて堆肥作りをしていただくといいと思います。このように一つ空いていると雨が降ったり風が強い日に流れ出てしまう可能性があります。あとはこの中にコガネムシの卵や幼虫があったりもしますので、しっかり区画とは分けていただいて囲いを作った方がよろしいかと思います。ぜひ残砂堆肥を活用して栽培を頑張ってみてください。今日はキュウリの収穫量をアップさせるためにやるべきことをご紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価お願いします。シェア畑流山おおたかの森菜園アドバイザーの福田でした。それではまた。